どうぞ王様こちらです。はいはい、そうそうそう、水やないかい。焼いときたら幸運になりますよね。畑ボクサーです。害虫たちをシュッ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 どうもかまいたちです。どすこい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 。さあということで本日はノリツッコミ、はい、ここをノリツッコミ部屋としまして、はい、入ってきた方は、ノリツッコミをしなければならないということですね。必ずノリツッコミで対応するということですね。はい、そういうことです。まずはじゃあ僕からいきましょうか。わかりました。それでは濱家くんお願いします。どうぞ、王様こちらです。はいはい。いやそれにしてもなんか我が国も大変やな。あ、年貢上げれば上げるほど市民は辛そうやし、どうや、これこの木に年貢を下げてみて。いや、王様ちゃうねんお前、おい、ほんま、あ、ごめん、何をさしてんねんな。王様ちゃうかった、ごめん。違うよ、ごめんごめん、普通に座って。なんやねんな、ほんま。ちょっと話があって。何もう、ま、飲む？飲み物飲む？うん、ありがとう。どうぞどうぞ。そうそうそう、ちょっとした毒が俺には合うてねえ。水やないかい。毒って書いてるから毒や思ったらほんまたまらんで、ね、おかしいやろお前、こんなもん。ほんま、ごめんごめんごめん。でもそのミッツマングローブさんはどうやって今後芸能活動を続けていかれる予定ですか？そうね、やっぱりお姉の世界もいろいろね、いろんな若い子とかも出てきたから、このままじゃちょっとね、ダメだから、総合格闘技でもやっちゃおうかしら。ミッツマングローブちゃうねん俺。何してんねんなお前。おい、ごめんなさいごめんなさい。ごめんなさいちゃうねん、ほんま、ええ加減にせえよ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください、やれんがな、ほんま。ここであったが100年目、父の仇だ。ザラ様、人違いなのに。人違いなのにやれへんが。何してんねんなお前は。終了。この企画だいぶきついかも。この企画だいぶきついかも。ラップバトル超える可能性があるってこと。だいぶきついかも。次山内な。はい。で俺3つ用意したから、3つ目、1分間乗ってみて。え、1分間乗りツッコミ。1分間。はい。いやちょっと待って、おい、1分間。はい、ちょっと怖い怖い怖い。3つ目な。さあそれでは山内くんお願いします。はい。あったら、どちらですかね。私こちらの方でいいですか。はい、すいません、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、あ、サイズぴったりです。あ、そうですか、ちょうどよかった。なんでやねん、わしお前畑仕事するんか今から。うん、革靴で入ってきたの変えて、ここが畑とでも言うんか。あ、そうそうそう、田んぼに、植えまして、植えまして、でもないのですけども、どん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 植えまして、畑がないんですよ。ないんですけど、ないときたら幸福になりますよね。そう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 、そうそう、私はボクサーなので、ここでシュッ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 、長靴を履いたままシュッシュッシュッ、畑ボクサーです、畑ボクサーですので、やってきた害虫たちをシュッ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 、虫がつかないようにシュッ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 、農作物が荒らされて取られてしまわないように、そうそうそう、シュッ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 。何を言うとんねんさっきから。バーン、あっ、ギャッ、お前は誰だ。俺が畑ボクサーと知ってのことか。昔からこういう日がいつか来るんじゃないかって思ってた。畑ボクサーは代々そういう運命を背負ってる。畑の
畑のうん、虫に近寄るものを追い払うために俺は畑牧師になったか、お前のような考え方のやつがいることも理解できへんわ理解できへんわ、なんやねん、なんで撃たれなあかんねん。終了。どう、恐ろしい恐ろしい、きついよねこれ。ボクサーはボクサーで突っ込まなあかんねんけど、畑ボクサーのままなんかやめへんから仕方なく撃ったけど、1分飲んだ最後の3つだけって言ったよ俺、ええ、この2つはキレよくパンと突っ込んでもらわんとあかんねんけど、はい、あんましたことがなくて乗り突っ込みっていうのをどこまでが今乗り突っ込みなのか、俺は果たして突っ込んでるのか突っ込んでないのか。じゃあ乗り突っ込みチャンピオンのトロフィーこちらになります。そうそうそう、乗り突っ込みチャンピオンはですね、やはりこのように表に出せる顔ではないからですね、すりガラスのようなこのアクリル板というもので、トロフィーの形にさせていただいております、皆さんにチャンピオンとして一言を言わせていただきたいと思います。見えへんがな、見えへんやないか、こんなんされたらなんやこれ、顔見えな、お前チャンピオンの意味あれへんがな、せっかく買ったのに。やめろお前は、すごい企画誕生してもうた。これ再生回数伸びないのは分かってんねんけどあ、もう分かってるか、伸びないのは分かってんねんけど、うんうんうん、楽しさだけはあるね、うん、これやばい企画の典型的な特徴。確かにやっていったらすごい乗りツッコミ上達しそうな感じがします、うん、これもレギュラー企画として僕は押していきたいですね。なるほど、うん、ということでラッパーの濱家さん、締めラップお願いします。わかりました。ヨー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 、今日見た乗りツッコミ込み込みでどんな気持ち、どんな気持ちってどういうことだ、自殺パキューン、パキューンやれんかな、うわきつ今夢のコラボです、ラップバトルと乗りツッコミバトルの。寒気した、シュッ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 シュ、見えるのに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 、食らった食らった食らったらあかんがな、食らったらあかんやないか、スローに見えてんのに、なんで避けへんの、スローに見えてんのに、せっかくチャンスやんか、避ける、避けな、スローなんやから。じゃあ最後に一言お願いします。はい、ですね、これからも右フック界を支えていきたいと思います。そしてですね、左フック界の皆さんもこの今放送を見てると思いますけども、いつでも左フック界の挑戦受けて立ちますので、皆さん、また、応援の方よろしくお願いします。アッパーしとるやないか、アッパーしとるやないか、あれ自分でやってるやないか、見てたぞお前自分でポンでやってんの。俺ら乗りつくみのこと分かってないんちゃう振りも全然間違ってるし、ボケも間違ってるし、何より長い一言どうぞ。わかりました、今日もありがとうございました。いや、ありがとうございました、あれへんかなぐらいのことやと思うね。電話かかってきてますよ。あ、すいません、はい、もしもし、あ、ボクシングの勧誘ですか。僕ね、ボクシングにはそんな興味なくてですね、長い僕長いの、長いって、あ、もしもし、ボクシングの勧誘ですか、ボクシングの勧誘ですか、やれへんかなぐらいやって、多分長いのよ。ファック難しい、長いねんって。チャンネル登録お願いします。難しい気持ちを、じゃあ一言で、はい、すいません、それで一回終わります。今日のところは一回終わります。もうこうなってきたら一旦終わりますので、はい、また次回あれば見てください。